バンカーの話がさっき出て、富士山系クラシックっていう試合で、りょうくんが72ホール目のティーショットで入れたバンカーと、そのプレーオフ園田選手とやった時のティーショットで入れたバンカーが一緒の、ライも同じとこ。で、それで勝ったんだけど、ピンのそばに打って。で、俺が一番取り当たったのは、ひろゆきが72ホール目で、そのバンカーを綺麗に直したのよ。それは可能性としてプレーオフになるかもしれない。で、そのバンカーにもう一回入れるかもしれないって言って、めっちゃくちゃ綺麗に直したところにボールが止まったのよ。それが俺は鳥肌だった一番。え、それを予想して綺麗に。そう、これってなんでそういう風にそこをフォーカスされるかっていうと、うん、72ホール目そのバンカー入って1打負けてたの、うん、でそのバンカーから OK ぐらいについて、うん、そうそうそう、勝って、そのバンカーから寄った瞬間にギャラリーがブワーって歓声あったから、亮はあ、これでプレーオフだって思ってめちゃくちゃテンション高くて、ガッツポーズして、僕がバンカー鳴らそうと思った瞬間にハイタッチをしてきたわけ、うんうん、だけど俺はもう絶対もうその時点プレーオフだから、うん、もう OK ぐらいについてると思ったから、うんうん、そのバンカーをもうとりあえず絶対に同じとこ入ると思ったから、うん、鳴らそうってこう鳴らしながらハイタッチしてる映像がカメラに抜かれて、りょうはすげえ振りかぶって俺の手にこうやってんのに、俺は鳴らしながらこうやっててそう、俺も見てないからそのハイタッチが俺の手首に来たんだよ。そうそう、うん、ほんで俺もげそうになるぐらい痛くて、うん、それがなんであんなに冷たいハイタッチだったのっていまだに言われて、そうなんだ、その説明が回り回って、うん、そうなってんだよね。へえ、そうだから俺は冷静にそこを鳴らしててやってたんだけど、プレーオフ3ホール回ったんだけど、うん、あ、3ホールか、そう、うん、1ホール目はそのバンカーをやっぱ避けようとして右の林飛んだのよ、うんうんうん、へえ、ほんでギリギリパー拾って2ホール目は2人ともフェアウェイだったのかな、おほんでパーで、うんうん、でプレーオフの3ホール目に同じバンカーの同じとこ入ったんだよね。これはだから俺が広めたわけじゃなくて、亮、うんうん、のえげつないハイタッチが、うん、招いたんだ、それを招いて広めてくれた。なんであんなに冷たかったの、勝ちたくなかったのっていう言われるのがその説明になって世の中が結構広まったんだよね。そうなんだ。そうそうそう、有名な話なんだそれ。そう、これはね、あの映像ってもうね、亮がもうドヤ顔でこうやってやってんのよ、うん、俺もこうやって見てないから、手首こんなにブリンつってね。そう。なんであんな冷たい、仲悪かったのとかいろいろ言われて、だからもうそれを一通り説明は、そうなんだ。本当千人目。その説明。なるほどね。なるほどね。それも千人目。そう。僕はその後どれぐらいの期間か忘れましたけど、ひろゆきと電話した時にあのバンカーのことを本人から聞いて、僕はずっとそれを覚えてたんですよ。そのプレーオフのためにあのバンカーを直す。だから僕はそのハイタッチどうのって話は知らないんですけど。それぐらいキャディーさんっていう仕事内容についてちょっと話していきたいなっていうことで、今バンカーの話を始めたんですけども、キャディーさんって何やんの？確かにね、なんかさ、そう、これね結構説明が難しくて、そうでしょ、うん、まず、うん、えげつないキャディ箱も、うん、ちなみに、うん、一般的なキャディさん、うん、ゴルフ場にいる女性の方なんかは、うん、電動カートだったり、うん、手押しカートで、うん、車輪のついた台車にこうバッグを4つとか乗せて、うん、こうやって引くじゃない、うん、で一人のキャディさんに対してお客さん4人がつくじゃない、ね、でもひろゆきがやってるプロキャディっていうのはプレイヤー一人に対してキャディさんが一人つくよね。そう、僕一個しかないの、軽いじゃん。四つかつかない。そう、四つかつかない。お前さ、プロゴルファーじゃん。一応ね。うん、知ってって、そう、悪い感じで聞くよね。一応ごめんなさい。そう。しかもね、一般の人が思ってるのが、うん、まず4日間競技だっていうことも知らない人がいるし、はいはいはい。なんなら、4日間担げばいいんじゃない？なるほど。はい。これ、初日が木曜日で、うん、木、金、土、日って試合あるんですけど、うん、僕ら月曜日から担いでるから。あ、それは練習ラウンド。そう、練習ラウンド。はい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 、コースを下見したりとか、うんうん、毎週やるところが違うんで、うん、前にも言ったその標高のでね、うん、何パーセント飛ぶとかっていうことも選手と一緒に調べたり、うん、芝の状態も違うから、練習ラウンドが月、火、
すいってある、うんうん、その時に選手っていうのはゴルフクラブって試合の時は14本じゃなきゃいけないんだけど、はい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 、練習ラウンドは何本入れてもいいの、うん、あ、入れ放題、入れ放題、なるほどなるほど、しかも、うん、もう値段も変わんないから、なるほど、割り増しがない、そう昔はねあったみたい、キャリーバッグが重いとそうっていうんでいろいろ抜いてた、うん、カッパ抜いたりボールスライスしたりっていう、うん、その一般のゴルフ場のキャリーさんってそういうのやったみたいな俺らも無料、あ、優しいんだね選手に、で、うん、実はあれショップに売ってない大きさのキャディバッグなのよ。そうなんですよね。大きさが大きいってことはそれだけ重いってことなんですよね。うん、だからプロが使ってるキャディバッグっていうのはショップで売ってるより二回りぐらい大きい。大きいね。物がいっぱい入れられたりとか、はい、ドリンクも入れられたり、あとクラブもいっぱい入るようになってて、うんうん、まだたまに限定で売って売ってますよね、うん、その松山英樹プロマスターズ優勝記念で、あの大きさが大体本当に僕らが数えてる大きさだと思うんですけど、うん、限定ってそのキャディバッグがえげつないクラブ入んだよ。なるほど、うん、なんか口もね 9.5 とか10インチぐらいあってね、そうそうそう、相当でかい口で、でアマチュアの人これ多分分かってないと思うけど、うん、そういうネタちょうだいクラブの中で一番何が重いと思ってると思う、うん、はい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 、それ気になりますよね。確かにいろんな何種類もドライバーからパターまであって、ちなみにそのひろゆきちょっと正解を教えてあげてください。これね多分絶対みんな持ってるのが、うん、一番長いドライバーが一番重いと思ってるの。はい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 、な、うん、確かに長いしヘッドもでかい、そう、うん、ヘッドカバーもついてる。違いますから、一番短いパターが一番重いですから。パター確かにグラムで言ったら、うん、300グラムぐらい違うかな、200か250、まあだから缶のジュース1本ぐらい。それじゃあでもパターって選手によっては2、3本入れてたりする選手もいるよね。だからね意外とね選手もクラブのこと分かんない人が多くて、うん、ウェッジならいいでしょ、パターならいいでしょって、はい、特に女子プロ、はい、一番重いんだよそれっつって確かにクラブっていうのは短くなればなるほど総重量は重くなるって思ってもらった方がいいです、うん、なんでドライバーが一番軽いんですよ。長尺パターは抜きにしてドライバーが一番軽いんです。だからそういうのとかもこの前刀剣の話になりますけど、うんうん、刀剣の練習ラウンドは僕アイアン2セット、うん、それやばくない？ウッド8本、うん、今平選手すごいね、30キロ以上、あ、30が超えるね、超えるよね、30超える。でも嬉しかった。どの辺が嬉しかった？開幕戦だから、開幕、うん、あれ今年やる気満々じゃん。なるほど、多分自分の調子はいいから、うん、もっと良くなるためにクラブで調整しようとしてんだよね。なるほどね、もっと良くなるために。はいはいはい、はい、ゴルフって道具あってのスポーツだから、うん、それがエムっ気出ちゃったよね。こいつやるぞと結果として出たしね。そう、なるほど。今回プロキャディとしてひろゆき君呼んでますけど、僕は今回はアマチュア側の見方でものを言ってます。ね、うんうん、どちらかというとクラブが多ければ多いほど調子が悪いと思いますよねそうそうそうなんです。そう、そう、これはもう嬉しくて、うん、周りのキャディも、うん、え、シューゴどうしたの、調子悪いのって思うのよね。はい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 、クラブいっぱいって言うから、うん、全然っつって、うん、それよりも何よりも何このキャディバッグの重さっつって、そっちが目立っちゃった。誰も担げなかったね、それをで担ぐ。なるほど、もう重くないぞと、そう、振りをして、シューゴも全然いいよ、2セット入れていったなんか奇数だけ入れます偶数だけ入れますとかなるんだけど、気使うからさ、まださ全部全部、ああ。さすがだね、プロ意識が。もう風呂入りで肩見たら青たんよあ、そう、びっくりした。へえ。でも嬉しかった。うんうんうん。だからプロキャディって体力の面でも準備をしとかなきゃいけない。うんうん、本当怪我あったら1週間担げない、うん、で担げなくてその選手がもし勝ったら、うん、じゃあいくらの収入になるんだよとか、うん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 、っていう話になっちゃうんで、健康にはなるべく気をつけて、うん、体力維持のために、うんうん、なんかは走ることでそれはやってるんだけど、健康に意外と気使ってる最近は、うん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 、特に前からいろんな人に言ってんだけど、うん、緊張した時の心拍数とかって、うん、緊張しながら足し算引き算ってなかなか難しいんだよね。はい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 、で何をしたらいいかなっていうこともプロキャディの日頃どうしたらいいだろうとかっていうことが、うん、え、プロも緊張するの？あのプロキャディ試合出てる
例えばひろゆきがプロキャディーとして試合に出るじゃない、うん、でひろゆきも緊張するの？するよ。どういったところで緊張してるキャディーとしてないキャディーの見方教えてあげるよ。あ、知りたいですよね。そう、誰も知らない。結構面白いこれ、うん、選手がパーって言ってインパクトの瞬間に、うん、その専属キャディーが一緒にってなってる。インパクトの瞬間緊張してるキャディーさん、気持ちが入ってて緊張してる。はい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 、マリオカートのこれと一緒。そう。でもね、緊張っていいことだから、緊張もさ、うんうん、何種類かあって、うん、嫌な緊張といい緊張があって、うん、それをプラスに変えていかなきゃいけないから、はい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 、緊張は絶対した方がいいんだよね。うんうん、じゃあまあ、ね、脱線しすぎなんだけど、うんうん、だからプロキャディって、うん、そう、だからね、バック担いで、うん、距離を測るんだけど、うん、距離を測って、うん、なあ難しいな。俺の中ではバック担いで距離を測って、うん、ラインが読めて、うん、とか風が読めてっていうのは普通のプロキャディ、はい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 、そっからやっぱり他との差を、うん、他のプロキャディと違うところを見せていかないと逆オファーっていうのはもらえなくなる。なるほどね。確かにね、同じレベルだったら誰ピックアップしたっていいもんね。そうそうそう、選手は。 そこで差を埋めるために、うん、さっき言ったように、うん、緊張の中でも計算が早くできて選手にその情報を伝えられるように何をした方がいいだろうって、うん、俺なんかはランニングなんだけど、はい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 、ランニングをしてピークに心拍数上がってる時が結構優勝争いとかしてる時の緊張感の心拍数と似てて、その時にランニングしながら頭の中で足し算引き算したりするんですよ、うん、走りながら。そうそうそう、そういう練習を俺は普段から、うん、それが俺はメインかな。うん、あとはだから選手がね、何時間前にコースに入るとかっていうのをちゃんと把握したりとか、うんうん、結局言ったら寒い時期に回路を用意しとく。はい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 、これも他のキャディさんも回路は用意する、うん、だけどそこで何か違うことをしなきゃいけないって思った時に、うん、回路って言われた時に開けるんじゃなくて、回路って言われた時にもうあったかい状態で渡せる、うん、ああなるほど。そうだから選手が来る前、朝起きていきなりでもいいんだけど、うん、あんな12時間とか持つから回路も常に温かくで、うん、貼る回路も自分に貼っとく。はい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 、はい、ほんで今日回路貼るって言った時に、うん、貼るって言ったらそれをパッて、うん、もうそういう状態にする、ちょっとした他の人がやってないことをやっていくっていうのが本当のプロフェッショナルかなって思う。例えばその、まあ、ボールとかグローブに関してはなんかそういうのってある？ボールも自然と、うんうん、あれナンバーがあるじゃん。ナンバーある、うん、嫌いな番号をさりげなく聞いとくとか、はい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 、うん、だったりとか、うん、グローブなんかは意外と石川遼プロの時もそうだったんだけど、うん、新しいグローブより一、うん、回新しいグローブを水につけたりとか一、うん、回洗濯をする、うん、新品の時に、新品、はい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 、にすると、うん、ちょっとね粉っぽいグローブとかあるよ、ね、あるね、うん、そうすると中でずれたりとか、うん、するから、そういうのを避けるために洗ってみる、うん、これねやってって言われないから、あ、ひろゆきの行為としてそうやってみんのよ、おすすめしてるっていうか、そう、ほんでプロが新品で練習したら、うん、たまたまそれ陶芸の時あったんだけど、うん、え、雨降ってると、うん、手のひらって意外と今度カサカサになる、カサカサになる、そうなるの、うん、そうするとグローブと手の間がちょっと滑るよね、ずれて、うん、なんか嫌だって言った時に、うん、実は洗ったのがあると、はい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 、という時に渡した時に、うん、めっちゃいいってなるんでね、ハマったんです。だ無理やり進めることはないのよ、うんうんうん、材料としてこういうのもあるよ、うん、こういうのもあるよとか、あ、じゃあ何、それは例えば今平選手だったら使ったグローブをあるとか言われて、ひろゆきがいやそれ言われると思って用意しといたっていうこともある。そうだ、それは2種類、使ったグローブプラス洗ったグローブ両方あるんで、実は1種類じゃないんだよ、嫁さんかつって。あ、そう。そう。へえ。あ、これいいですね。だからもうこれいいですねってなったってことは、もうそれをルーティン化してくるだろうから、うん、その準備をこれからしていかなきゃいけないなっていうのはあるし。じゃあできる範囲で要求されたものに対してなるべくノーは言いたくないっていうような感じで準備はしとく。ノーは当たり前で言わない。あ、プラスアルファこれがあるよってこと。なるほどね。うん、ああ、じゃあお湯は入れといた方がいいんだね。お湯？うん。あの、いや、焼きそばって言われた時にもうお湯を入れといた方がいいってことだよね。でもやってる食べ物の話からするとあるよ。チョコレートと梅干しみたいな。うん、甘いとしょっぱい。を両方は絶対入れとく。あと、おにぎりとパンとか。ホステスよりはすごいね、もっとすごい自信ある。まあだその選手に対してどれだけ気を使うというか、うん、こういうのもありますよっていうのをどんどん可能性として、
俺が一番言われて嬉しいのは、うん、よく分かったねと、あ、それ嬉しいね、うん、よく知ってたね、うん、とか、うん、っていうこの二言が一番嬉しくて、うん、マネジメントとかでもそういうのが結構あって、うん、今日の貧乏人に対して絶対こっち外しちゃダメだよ、逆にグリーンに乗せるよりこっちに外した方がいいよって言った時に、選手って本当ってグリーンにわざわざ乗せちゃダメなのとかなるわけ、そういうのとかで、あ、よく知ってたねとか、結果的に、あ、よかったねとか、それ嬉しいね。へー、この前ちょうど刀剣でイーグルはそれを招いたんだよね。へー、セカンドショットで3番ウッドか5番ウッドか悩んだジャッジがあって、うん、ピンの上の段だったんだけど、うん、ピンまで打つとちょっと止まんなくて向こうまで行ってアプローチが難しい、うん、はい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 、だけど流れ的に今2パットでバーディーでもいいんじゃないっていう流れで、段の下からのパットでもいいんじゃないっていう流れで5番ウッドで打って、まあ本当に段の下からだったんだけど、そのパットがやっぱ入ったんよ。へえ。でそれってわざわざピンまで打つ必要ないよっていうジャッジで言った通りでよかったですとか、そういうことを言ってくれたりすると一番嬉しいよ。すごいね。だからそのプロキャディがやることっていうのは相当やっぱり多いし、考えることも相当多いっていうことで、うん、俺今ポッと頭に浮かんだんだけど、りょうくん水何リッター入ってたの、キャディバッグに。入ってた な結構ね、昔ってそれこそ PGA ツアーアメリカの試合はマイホール飲み物が準備されてるんだけど、日本ツアーってマイホール飲み物ないの、うん、だからマックスだと、うん、ペットボトル8本だよね。8本だから、うん、そう4キロだね。そうだね。8本、8本で、だからさっき言ったように、キャディバッグってそういう作りなのっていう作りになっちゃってんだよ、はい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 、プロのキャディバッグって。うん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 。それは何？飲むのもそうだし、他なんか使う用途って。タオルを濡らす用とか。ボール拭いたり、クラブ拭いたり。そう、それこそさっきの食べ物じゃないけど、うん、甘い飲み物。はいはいはい。まあクエン酸が入ってるのとか、お茶とか、ああお茶もね、爽健美茶はちょっとスッキリしてるじゃないですか、はい、多いお茶はね、はい、また違うじゃないですか、違う、うん、そういうジャンルだよね、種類分けをして、そうそうそう、はあ、4キロってやばいね、4キロはだから、そうだ、重いよね、だから、うん、最近さ、うん、お得です、650とかあるじゃん、ある、あれマジでやるちょっと多いやつね、ある、ある、全然お得じゃないから、そうだよね、はい、キャディさんからしたらでも夏場だと結構あるよ。まあ確かに夏はね、うん、それさ、例えば何キャディさんの団体というか、キャディさんみんなで大会側に重いんで、マイホールドブ漬け用意してもらっていいですか、うん、夏場はある、交渉あるよ、 あるんだ、うん、で実際アウトインで一個ずつ増えたりはする。本当、うん、死んじゃうもんだって。助かるよね。そうなんだ。死んじゃう、そう。そういう重い経験。だからゴルフクラブって結構重いんだよ。うん、デモでどっか置いときたいよね、そのショップとか。確かにね。プロのキャディバッグってこんだけ重いんだよとか、中ってこういうものが入ってんだよとか、ね、女子とか日焼け止めが6個ぐらい出てきたってびっくりするよね。あ、本当、うん、いろんな種類。そう。これで1個ぐらい抜いても割れないかなとかって。でも一応入れとく。そう、入れるんだ。やっぱ準備って大事なんだね。そう、準備、ね、で抜いた時に限ってあれあるっていうのね、あるあるだね。そう、何も抜けないのよ。だから練習器具とかも、うん、これいつも入ってるけどもう3ヶ月間出してないなって出した時の夕方にあるってあるってなるんよ。聞かれるんだ。そう、結構これあるあるで、だからもう抜けないんよ俺らは。単純に男子のキャディバッグの方が全然重い、クラブ自体が重いんで。はいはいはい、なるほどね。ゴルフクラブ自体が重いから、うん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 、多少は重くなるんですけど、女子は女子で遠足気分の人もいるんで。なるほど。 えげつない食べ物が入ってたりとか。なるほどね。これ1週間遭難しても大丈夫よっていう入れる、入れる時あるよ。あ、ほんと、うん、山登り行くんみたいな。何こう朝来て「加藤さんお願いします」っつって袋にバッとそう入れといてくださいって。1個ない2個とかさあの、あ、そう、保冷剤に入ってたりとか。しっかりしてるね、うん、保冷剤が重い。また保冷剤は重いよ。あ、そう、うん、そういうのとか。へえ。でもね、ちょっと脱線しすぎだから、プロキャディってうんうんうん難しくて、うん、プロゴルファーってプロテスト受けたりとか資格があるんですけど、はい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 、プロキャディっていうのはそういうのが今のところなくて、だからみんな大体個人事業主でやってて、うんうん、ゴルフやってた人の方がやっぱりそれは有利。
キャディーさんね、はい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 、はい、いろいろジャッジだったりとか、うん、自分がプレーしてた時はこういうふうにしてほしいなとかっていういろいろ想像もつくから、うん、でプロキャディーってプロゴルファーのキャディーを一回やったからプロキャディーなのって言ったらまたそれも違う話だから、うん、なんかうまくくくるっていうのも難しいけどしてもいいのかなと思うよね、うん、優勝したことがあるとか分かんないけど、うんうんうん、1年間通して、うん、誰々のキャディーをずっとやったとか、うんうん、そう例えば、うんキャディーさんは試合に対しての賞金はないじゃない？キャディーフィーだったり契約してる選手から収入があったりはするけど、うん、じゃあ今平選手優勝しましたって言ったら、うん、キャディーの優勝賞金はないじゃない設定として。そうだね。そうだね。だからキャディーさんの担いでる選手の順位がポイントになって、うんうんうん年間いくつポイント稼いだっていうのなんか面白くない？ああ、それで判断するじゃないけど。そうそう。だから、うん、そうすると余計自分も頑張るし、選手にも頑張ってもらいたい活力にもなるじゃない？うん、そうだね。それちょっと、まあ、モチベーションって大事で、確かにプロキャディって自分らは言ってるけど、なんかの資格なのって言ったら何の資格でもないから、うん、そういうのは今後、せっかくプロキャディ協会っていうのができたんで、うんうん、おととしぐらいできたんで、今まだそこまでは話になってなくて違うことでいろいろやってもらってるんで、うんゆくゆくはプロキャディもそういう仕事があるっていう風に認めてもらいながら、うん、そういう資格じゃないけど、うん、こういうのでプロキャディと普通のキャディさんを分けようかっていう風になっていっても、うん、面白いのかなって、ね、そうだね、うんうん、キャディさんによってさっきさ勝たせる勝たせないみたいな話があったんだけど、うん、変わるのかなと思って勝率が単純に俺が誰々さんのキャディをやったのとひろゆきがなるほど同じ選手で、うん、そうそうそうあそれ俺も知りたいこれでも結構もう多分言われたことない質問ってないんだけど、うん、それもあって、うん、結局マイナスとマイナスでプラスになることもあるのよ、例えば選手もイライラしながらプレーしてる方が結果いい人と、うん、イライラちょっとでもするとダメな選手がいて、そこの組み合わせも大事で、だからそう分かんないちょうがない、キャディがあまりちょっと仕事がノロ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 してるのがイライラしてやってる選手でスコア出ちゃう人もいるのよ、それいいなんかへえ、そうマイナスマイナスプラスなことも絶対あるわけよ、あその人のタイプによるんだね、そうじゃないと俺なんでこういうこと言えるかっていうと、うん、石川遼プロの最初キャディやった時って、うん、プロキャディじゃないもん、はい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 、キャディの仕事なんかもう初めましてだから、うん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 、その時にやっぱ2人でやってたんよ、はい、全部を、うん、距離に関しても、うん、ライン読みにしても、うん全部2人でやってたからもう2年目で賞金を慣れて、うん、当時ギネスの58も出てとか、うん、それが石川遼のスタイルだったかもしれない、なるほどね、だけど今平周吾のスタイルは、うん、キャディーが完璧であった方がいい可能性がある、うん、なんでかっていうと、うん、彼はコースメモを持たない、ヤーデージブックを持たない、持たない、そうだからキャディーが完璧でないとダメ、はい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 、じゃあ何言われても答えは全て準備をしとくような感じでいないと、そうそうそう、だからまあそれが組み合わせとしてマッチしてるかしてないかっていうのは大事で、それプラスアルファ、いやあの選手とキャディのタッグちょっと怖いなって思わせるようなオーラだったりっていうのも大事、でもアマチュアに関しては俺 100% 言えるのはキャディでスコア変わると、なんでかっていうとマネージメントが下手すぎる、ひろきさんひろきさんそれ別撮りいいっすか、俺もね、うん、このワンナップゴルフで登録にも結構2人で話すんだけど、マネジメントでいくらでもゴルフは変わるよって何回も言ってるわけよ、うんうん、だけどさ、どうぞプロキャディが言った方がさ、そうそうなの、いやプロキャディがアマチュアのキャディやったらもう 100%、うん、いくつぐらいで回る人を想定しようかな、そう例えばショットはある程度打てて、うん、80代で回る人だったら結構面白くない、90で平均で回る人か、うんまあ、間違いなく7打はへっこませられる、そうよね、うん、それぐらいいけるよね、うん、それ俺もめっちゃくちゃ思うんだよね、うん、だから俺も前動画でレッスン来た人で、この人マネジメントよかったらめっちゃいいスコア出んのになって思ってる人いるって言ってるわけよ、うんうんうん、まあ俺の方が説得力あるんじゃん、プロキャリーだもん、そうです間違いない、そのために来てもらってるんです今日、はい、俺はゴルフもやってたし、うんうんうん、そっからプロキャディーになって、うん、
ゴルフ練習するのってめちゃくちゃ量的に減って、当たり前に学生の時より。だけど今の方がスコアいい時があるの。これってもう完全に自分の脳がマネージメントが当たり前で、スイングとか球筋は昔の方がいいんだけど、マネージメント力がもうそれを超えちゃってるから、それでスコア作れちゃうんだよね。あとはもう練習の仕方をプロを見てて、そんなに球打たなくてもこういう風にやっとけばいいんだなとかっていう練習の仕方もキャディーってアドバイスできるから、本来アマチュアに対してもね、だからすごいそこは絶対にキャディーで、アマチュアは特にスコアは変わるね、うん、俺の中でひろゆきはミスター70なわけよ。短いコース行こうが長いコース行こうが、狭い広い関係なく70で回ってくるイメージがめちゃくちゃ強いわけよ。そうだ、だから冒険しないんだよ結局。冒険しないってことは、マネージメントがしっかりしすぎちゃった、プレイヤーの時が。で、だから俺人生で100って1回しか取らない、これめちゃくちゃみんなに批判食らうんだけど、初ラウンド108だから。そうなの？じゃあもうそれ以降100は打ってないんだ。それ以降100と90って人生で1回ずつしか取らない。マジで？だからその時からもうマネージメントを結構徹底したんだよね。108ってダブルボギーペースなのよ、はい、でその時って俺ダボでいいと思ってた、初ラウンドの時から。だからパー3パー5だと思って、パー4パー6だと思って、パー5パー7だと思ってた。楽だった。そう、楽だった。そういう考えってあります？例えば90で回りたい人はオールボギーで90じゃないですか。そんな感じと一緒よね。そうそう、で、たまたまパー取れんのよ。そしたら難しいホールでダボ打っていいわよ、プラマイゼロ。あ、そうだね。そう、そういう計算が早かった俺は。だからミスター70代の時も3ホールに1個ボギーでいいと思ってた、そしたら3球3球、はいはいはい、で78では最低もある、で3ホールに1回難しいホールって大体出てくるんだよね、長かったり池が絡んだり OB 杭が見えたりとか、だから3ホール連続パーだった時は、あれ今日ちょっとスコア出るかも、6ホール連続パーで回った時とかは、あれもっと出るかもとか、バーディーが先行した時とかっていう計算でやってたから、それもゴルフの1個の考えだよね。そう、考えだから、そういうのを伝えるのもキャディの役目だと思ってて、だから本当アマチュアの人はキャディで 100% 変わる。さっき言ったようにプロはちょっといろいろね違う部分もあるかもしれないけど、アマチュアに関しては 100% 変わる。今まで担いできた選手以外で誰でも担げるとしたら、この人担いでみたいな、日本人とか関係なく国関係なく誰かいる？これも多分1000人目ぐらいだね。あ俺ねもうやだ、初めて聞かれたっていうの聞いてみたくない？ね、ない、多分ないない。でもそう、結構そういうのって共通して変わんないよ、キャディやる人14年目だけど、結構変わんなくて、やっぱ当たり前でタイガー・ウッズだったりとか、はいはいはい、女子でいうとリディア・コー、リディア・コーとか、あとはもう不動さん、男子で言ったら、片山慎吾さん、谷口徹さん、っていうところをやりたい。そうなんだ、やっぱりみんなね A 級シードに近い人ばっか、A 級シード持ってる人ばっかだから、こういう時って何考えてるんだろう、こういう時ってどういうジャッジするんだろうっていうところの意味でキャディーをやりたい、今言った名前の人って全員一緒に回ったことあるの、はいはいはい、タイガー・ウッズも含めて、だけど実際選手となっての会話と、敵というか離れての会話の聞き方って違うから、そういう選手をやっぱりやりたいな、やっといた方がいいなって思う。自分より年上のキャディーさんとあんまり組むことがなくて、だから今のなんか挙げると結構年上の人が多いと思うんだけど、ちょっと怒られたい選手もあるのかもしれないね、お前ちょっとそれは違うよとかっていうのを自分で発見したいというか。え、じゃあ何、その質問の中でじゃあ目標とするキャディーさんはいるのとかももちろん聞かれる？あ、全然聞かれる、全然聞かれる。 それちなみに誰かいるの、すごい尊敬してるキャディーさんっていうか。やっぱり日本で一番勝ってる清水キャディーとかは、あの人はやっぱり選手に対しての言葉のかけ方とか、究極言ったらそのグループを良くして自分も良くする、自分の選手も良くするっていう会話の仕方とかしてるなってすごい思う。清水さんって1年間で同時に男女担いで同時に賞金を取らしたキャディさん、1年間で谷口徹さんと上田桃子だよね。そう、そう、そうだ、それクラスの人、やばくね、やばいよね。そう、そう、
だからそういう俺は別に勝ち星が多いからっていうのじゃなく、うんうん、会話の引き出しだったりとかタイミングだったりっていうのはやっぱそれとイコールになってる可能性があるなとかって思ってて、面白い話をすると、午前中ちょっと雨降ってて選手がカッパ着てました。で雨の中前半3アンダーでもありました。で後半天気良くなっちゃったと、清水キャディはカッパを脱がせないかったりする。ああ、なるほどね。やっぱカッパ1枚脱ぐことによって全然違うよね。スイングのねプレーンが崩れたりとか、せっかくいいものをわざわざ変える必要がないっていうのも言えるっていう、言うタイミングもそうだけど、うん、言えるっていうのもなんかすごいし、そういうところが大事なのかなって思うよね。たけちゃんはすぐ脱ぐよね。でも俺試合中とか結構あったかもしれない。高橋さんもあったの、セーターだったり、シャカシャカだったり、そういうのを脱ぎたくないって高橋さんも言ってた時あった。結構着ちゃったらってこと。そう、着て練習してスタートしたら多少脱ごうとしても、いや俺脱ぎたくない時あんだよね結構って高橋さん言ってた時あった。やっぱり周吾の場合は脱ぐであろうと思って寒いとか雨の時にもう脱いで打ってきて、脱いで打ってきての繰り返しのパターン、あの子の場合は。だからめちゃくちゃ寒いのに、まあ半袖で打ったりとか薄着で打って、打った瞬間に切る、着せ替え人形。なるほどね。ずっと持って何回着て脱いでしてんだ。だからそのために前チャックがいいとか、こうじゃない。ああ、なるほど。っていうのも、かぶりじゃないやつが。ルーティン。それも朝来た時に、結構選手も服何個か持ってきて、あんま選手って天気予報見ないから、持ってきて、今日どっちがいいですかねって。っていう時に前チャック選んであげたりとか、もしもの時にベストとか、まあそういう準備をするっていうのも仕事だよね。だから選手が到着する基本1時間半前にコースに俺はいたい。1時間半前コースに。そうね、すごい早く来る選手だとすごい早く入るよね。はい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 。さっきのその練習ラウンドの話、要は1週間のうち5日間6日間ずっと担ぐわけじゃない。でもさ、大体トーナメントって半数以上が毎年やるコースが結構あるじゃない。そうだね。別にいいじゃん、去年回ってるんだから。その聞き方お前自分で分かって聞いてるよ。いやいやいや。え、それは、ね、気になりますよね。だって、去年も同じコース回って、ティーグラウンドも大体一緒だったら、別に最低1日でも良くない、練習ラウンド。それがね。やんなくても。今年の開幕戦の東京ホームドカップ、3週間早まってる。あ、やる時期が。開幕が。はい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 、はい。例年より。うん、そうすると、芝質、はい、風、はい、グリーンのウェット感、うん、全部違う。あ、なるほどね。で、同じ時期にやることが基本なんだけど、今流行りの温暖化。温暖化、はいはいはい、はい。で、やっぱ全然変わる。へぇ、やっぱ前の月結構雨降ってたんですよ、とかってなると、結構芝がうまく育ってなくて、芝がペタペタ。去年より芝がフェアウェイ今年良くないね。アイアンのバース変えていこうか。とか。はいはいはい。今週ちょっと、去年よりグリーン重いね、ちょっと弾きパターンにしようか。おはい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 、ね、あるんよ、そしたら練習ラウンドその数になるのよ。あ、何十本と。そう、それがリコールになるよね。はい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 。いや、本当自然と戦うスポーツだから、1年前同じ時期だった時と最低気温と最高気温が全く一緒なのかって、それはありえない話。はいはいはい、はい。ではそれがつながってくるよ。それによって芝の育ち方、コースの管理の人のやり方、グリーンのローラーのかけ方、コンパクションだったりスピードだったりっていうのも変える、必ずそういうふうな準備とか練習ラウンドを必ず毎年毎年同じコースでも、必要になってくるよね。いや、選手側としてもやってたんで、そういった内容のことはもちろん理解はしてるんだけど、やっぱ改めて俺の口からじゃなくて、そういったことをもう真剣に仕事としてやってる方の言葉ってやっぱり皆さん聞きたいんだよね。なんでわざとらしく知らないふりを、そう、知らないふりを一生懸命やって、そう、聞いてみました。他にも相当な、例えばタイガー・ウッズってどんな人なの？あの、あ、そうだね、とかですね。やっぱそういう気になりますよね。そう。だって世界のスーパースター。こうしたらタイガーが、俺は違えんだよって言って、おうおう、ちょっとキャディー、俺、リョンのやるから、お前タイガーのやるよとか、スタート前に言ってきたり、あとタイガーに関しては、オムレツ。
は変わったオーガスタを見れたっていうのはすごい、もしかしたら日本人では僕だけではなく、そうだね、中国にしろ、アメリカにしろ、日本にしろ、たまたまこの3人で担がしてもらったけど、共通してるのは